区長、恒例の桜まつり中止になるなど、まあ、区内にもさまざまな影響が出ていると思うんですがコロナ対策、区ならではの悩みはありますすかそうですね、まああの、今お話しいただいたように桜の時期はですね、大体いい300万人ぐらいの方、毎年。 好意をおいただいているんですけれども、まああの昨年も自粛をしていただきました。まあ今年もですね、区長としてはぜひ国内外の皆さんに自粛をまずお願いしたいなというふうにあの思って、えー、います。私は目黒区はあの二日前で二千八百七十三人の方が残念ながら累計で、えー、感染をされています。 いまあ未だ厳しい油断の許さない状況が続いています区長として強い危機感を持って今対応に当たっているところです、はい、さあそのコロナ対策も含まれる新年度予算案ですが注目したのは一番最初に書かれた政策ワクチン接種の予算に20億円以上当てましたが区長、これはどういった意図ですか。そうですねまあ、最もも今私どもにとって大事な 国の皆さんの生命をしっかりと守っていくという一番大事な予算ですから一番最初に出させていただきました。まあ、正確に言うと21億2600万円余ということになりますけれども、まあ打ち明けていくと、えー、その医療従事者の皆さん方の人件費であったり、まあ、これからあ接種券を印刷をしてご郵送させていただきますので、まあ、そういった経費が 主に含まれていて21億余ということになりますはい。え、そして目黒区は現在ワクチン担当課を設置していますえ、接種の準備を進める担当課を取材させていただきました庁舎の中に去年12月設置された新型コロナ予防接種担当課国が2月中旬に接種を始めるとしているワクチンについて 国民が円滑に接種できるよう、会場の手配などといった準備を行っています。高齢者の接種が、今、国の話では4月の1日が早くても4月の1日というふうに伺っていますので、そこへ向けて、4月の1日に始めろという指示が出たときに、遅れないように、そのための準備をしているというところです。 ただ、ワクチンの供給状況によって、そういったスケジュールが大きく変わってくることも視野に入れなければなりませんので、併、えー、せて、えー、フレキシブルにあのしていくという姿勢も持ち合わせなければいけないというふうに思っています区によりますと、現時点ですでに実施しているのは、ワクチンの有効性を保つことができる冷凍庫を5台確保しているほか、 接種した後の体調の変化に対応するため、大型の接種会場を医療機関の近くに確保しました。一変にたくさんの方に接種をして、えー、なるべく早く接種ができるような体制を組んでいます。で、それと合わせて今、えー、中規模な病院とも協議を進めていまして、えー、なるべくお近くで打てるような体制も合わせて進めていきたいというふうに考えています。その他今後は インターネットや電話で接種を予約するシステムの構築や、外国人の居住者に向け、接種する前の問診や案内などで利用してもらうための多言語に対応したタブレットを準備するといったことを進めます。改めてワクチンの接種について、目黒区の現在の状況、を区長、教えてください。 そうですね。まあ、あの、目黒区で言うと、65歳以上の方、まず接種ということが始まります。4月と言われています。5万 5, 5千人いますから、2度接種で11万人ということになります。国のモデルではあの、大体12週間ぐらいで、え 対応してほしいということですから、まあ、大体1日1000人以上の方の接種が必要になりますので、そのためにはスピーディーにということが大変重要だと思います。もう一つはあの、もうすでに3月下旬からスタートと言われてたのは4月に変わっていますので、これからもこう状況が変わっていくことが多々あると思いますから、やはり柔軟にフレキシブルにということで、まあ、私どもあのスピーディーフレキシブルというキャッチフレーズで、目黒は、えー 接種を今進めているということですはい。今、区長からもお話ありましたがえここでワクチン接種の日本国内スケジュール見ていきます田中さんはい。まずは今月中旬から安全性調査に参加する医療従事者およそ1万人に先行接種が始まりますそして来月中旬をめどに診察に関わる医療従事者に接種開始 そして4月から重症化リスクの高い65歳以上の高齢者の接種を始める方向で政府は準備しています全国で3600万人以上が対象となりますそして高齢者の接種が終わった後にそれ以外の人の接種が始まるというスケジュールが現在想定されていますさあ大木区長先ほどねフレキシブルにというお話もありましたがまずこのスケジュール感どのように感じていますか そうですねまあ、率直に申し上げてあのいつ、どれだけの量のワクチンが供給されるかということについては今までは全く分かっていませんので私ども、そういう点では会場の手配をどうするか医療従事者の皆さんにどうお願いをしていくかということの対応がです、ね、非常にあの苦慮を今もしていますので、まあ、まず早く供給のそういうスケジュールを固めてほしいなというのは自治体が一番思っていることだと思います。 さあそれではここからは目黒区の新年度予算案コロナ以外について見ていきますまずは今年4月に新設するデジタルトランスフォーメーション戦略課とはどううういった部署になるんででしょうかそうですね、まあ、今、私どもあのコロナの拡大でいろんな影響が出ています生活様式も変わるそれからなかなか税収も伸びていかないというような ことも受けてですね今後の10年、20年後の私ども、目黒を見据えて、私どもは今、再構築、規制の再構築を進めています。で最大の大事なところは、10年後、20年後ですが、若い皆さん方、職員にそれを担って今、あ一生懸命、えー、対応してもらっていますその一つとして、今申し上げたトランスフォーメーションの戦略化を 設けていますでただデジタル化をするだけではなくてその職場の業務の改善それがまさにトランスフォーメーションになりますけれどもデジタルトランスフォーメーションをしっかり進めて、えー、国の皆さんへの対応をしっかり、えー、効率的に進めていきたいという思いで今新たな部署を設置しました。 もう一つ子育て世帯には気になる政策青木区長は予算発表会見で今年度待機児童ゼロを達成したことを発表して今後の課題は放課後の子どもたちの居場所づくりだというふうに話されていましたがこの取り組みどういったことを現状で考えていますか そうですね、まあ、おっしゃるとおり、私どもも平成29年から令和2年に約43円作りました、待機対策、昨年度、やった後待機児ゼロ達成しましたけれども、当然、その保育園に通っているお子さんたちは今度は小学校に入学をしますから、次はやはり放課後対策が極めて大事だということで、今、放課後対策として私ども、今、 多くの園のランラン園という、まあ、ランドセルの放課後対策を今、対応しているところです。今後もしっかりと対応をしていくという課題だというふうに認識をしています青木区長、今日はお忙しい中、ありがとうございましたどうもありがとうございました。